アから始まる新発見 Discovery アから、皆様、お久しぶりです。待っていてくれたかな、この日を。今宵は、Discovery アカラの復活バージョン、イエーイ。いやいや、復活してしまいましたね。だって皆さんが寂しいと思っていたから、いよいよさせていただきました。そんなアカラのボーカルのミキコです。はい、そして尺八のジュンです。こんばんは、琴のトミーです。はい、まずはオープニングはこの3人で送らせていただきます。はい、ご無沙汰ですね。お久しぶりです。本当ですね、はい、11月に、この番組が実は一度、実はというか終わったんですけども、はい、今回は今夜限りの復活ということで。そうなんですよ、はい、なんか復活とかいいよね。なんかこの何この復活こういう文字好きなんだよね私ね。最近ですね、僕割とラジオ番組をね、まあ主に声優さんのなんですけど勉強してるよね、はい、趣味半分実用半分でよくよく聞いてるんですけどもね、うん、やっぱりラジオっていいなって思うんですよね。ねえ、やっぱりあの本当に声優さんのラジオなんてすごくトークがお上手でいらっしゃって。そうですね、ね、今回は今夜限りの復活ではあるんですけども、30分間楽しんでいきたいなと思っておりますね。トミちゃん、はい、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。なんか、はい、トミーも最初喋れなかったけどね、どんどん喋るようになって、なんかいいんじゃないって感じで、お客様もね、聞いてくださるリスナーの皆様も喜んでると思います。そうですね、それは嬉しいですね。なんかよくね、ライブでも、あ、喋ったトミー初めてだとかトミーちゃんの声初めて聞いたとか、いっぱいいらっしゃいますもんね。あ、ステージ上ではね、喋らないからね、喋らね、らないけど、またラジオっていうのはこういう一面も見えることがいいことですよね、うん、顔は見えないけどね。はい、ちょっとオフな感じのアカラも見えるというのが、この番組の、まあ、ある意味では、ファンの方が楽しみにしてくださっていたところなのかなとも思っているんですけどもね。はい、そうなんですよ。で、なぜ一日復活させていただくかというと、私たちかなり盛りだくさんにライブ情報を持っていますからね。そうですね、まあ、これはもう喋らせていただかないと、こうもううずうずしていられないじゃないですかね。はい、ということですね、本日は告知ものも割と多めにお届けをさせていただきたいと思っております。30分どうぞ、お付き合いください。はい、最後までぜひぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは私たちの代表の曲をね、もちろん皆様にね、まずはこのオープニングソングを聴いていただかなければ始まらない。はい、はい、あから、次々実は今もレコーディングを進めております。新曲がどん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 できております、はい、でまたあの尺八パートとかまだ我が機体が手をつけていない新曲などもできているんですが、そうです、まずはこの曲、お聴きいただきたいと思います。はい、それでは聴いてください。ここYou don't mean it.
ゲストから始まる新発見 Discovery Our Guest。 チョリース、皆さんお元気ですか？カズです。チョリース、チョリース。軽いね。ジュンさん、チョリース。チョリース、チョリース。ミキさん、チョリース。やりにくいよ。なんだよこれ、やりにくいよ。あまりに久々のラジオなんでちょっとテンション上がっちゃって。そんなことテンション上がるどころか、みんなさ、割となんか大人なラジオになっちゃったよね。まあね、誕生日迎えましたからね、僕。そうだよね、私なんて2日前に誕生日だったよ。僕も何日か違う、何日か、うん。待って、カズトメちゃんもそうですね。待って、順番で言うと誰が、私が2日前の2月27日、はい、あと、ジュンは ?1 月の23日。うん。で、トミーは ?1 月7日。1月7日。カズ ?1 月26。何実はですね、アカラはですね、ジンさんもそうなんですけども、みんな早生まれなんですよ、うん、5人が5人とも。これ全員早生まれだってことは、結構ちっちゃい頃に、ほら、運動するときに能力がさ、全然4月生まれの子と早生まれが違うとかあるじゃん。うんうんうん、計算するときに、私たちができない計算が4月生まれができるとかあったよね。ああ、あったあった。あったよね。だいたい虐げられて育ってきた早生まれなんで。そうそうそう、なんか、漢字書けないとかさ、そう、まあ、今でもだいぶ書けないけど。いじめられて育った暗い過去がね。あるよね。特にあのかけっこっていうの、あ、徒競走とか結構私結構4月前の子とか体大きかったりするもんね。そうそう、私すごいどちびだったからすごい大変だったけど、僕あのクラス1位でしたね、ずっと。え、早い走るの？うん、背ちっちゃかったけど。何、ちょっと隠れたあのジンのこの能力な。ちなみにジンさんは3月の23日生まれですよ。あ、3人さん。へー、はい、っていうのでね、その付近にもライブがありますので、その時には、ジンさんを祝ってあげてください。よろしくお願いします。ということで、久々なんですけども、はい、カズ君海外結構行ってましたよね。そう1月にちょっとドイツ行ってまいりまして、ジャーマニーのベルリンにしばらく滞在してました。いいなぁ、私もね、ドイツね、結構何回も行ったの、うん、あのほら、あの働きまくってた時にもう15回ぐらい行ったんだけど。15回？そうでも1回もフランクフルトに15回ぐらい行って、1回も観光してないから何にも知らないの。なんかね、いろいろ最後の日だけ空き時間があって、いろいろ観光してきて、うん、なんか大きい門とか、うん、大きい国会あるね、議事堂とかあるね、なんか大きい大使館とかあるね、なんか大きい公園とか。全部大きいね。それ別に日本でもあんじゃない？本当だよ。なんか大きいのいっぱい見てきた。なるほど。すごいふわっとしてるけどね。なんか、何見てきたのかって言って、なんか全部大きいものであんまりよく覚えてないっていうね。全部大きいやん。え、だってジュンだってね、ドイツ行ったよね。え、ああ。あ、ジュンじゃない？え、ジュン。はい、おととしね。おととしね。はい。カズ君、あのブルガリアとかあの函館にも行ってたよね。あ、ブルガリア函館。まあブルガリアはまだちょっと未定なんですけど、うん、この前はちょっと函館に行ってきて、函館もなんか函館で行ってた時は東京が暖かいっていう時期で、僕ね、寒いとこにしか行ってなくて、うん、あ、確かに基本マイナスっていうね、出かけた先が。あ、確かにね、寒いね。寒くて凍え死ぬかと思いました。最近はね、またちょっと暖かくなってきて、もう花粉が飛び始めて、僕的にはもう非常にもうぐったりしてるんですけど、ね、そうなのよ、あの私とジュンが結構去年花粉症でステージ大変だったもんね。うん、僕幼稚園の頃からのベテランですんでね。ベテラン先輩ですね。はい、僕も割と幼稚園の頃からの花粉症でベテランですね。辛いっすね。管楽器は特に辛いですよね。そうなんですよね。リハとかでもマスクするわけにもいかないので、うん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 、そのあたりがね、ちょっと大変な時期ではあるんですけども、まあでもいろんなことがね、うん、これからの時期も始まりますんで、そういう意味では、まあ、楽しみは楽しみなんですけどもね。そう。で、あと、カズほら、ステージ結構こなしてたでしょ？うん、まあ、いろいろ、あっちゃこちゃやって。あっちゃこちゃやって、よう動いてるよね、トミーね。カズ一番動いてるんじゃないの？すごいですよね。いろんなデートか あんまり興味ないらしいよ、カズに。チョリース。チョリース。チョリース。なんか、喋るんだ。トミちゃん喋るんだ。なんか、俺、初めて声聞いた気がする。チョリース。これさ、聞いてる人たち、ぐでぐででびっくりするわ、このアカラの番組。相変わらずだなと思って、多分今、なんか、いろんなことがね、このツイッターにパパパパってつぶやいていただいてると思うよ。あ、ゆるいわ、チョリース。出たよ、これ、本当に。このワンコキャラ。流行らねえよ、もう昔流行ったやつをもう一回引っ張り出してきて、流行らせようって。あるよね、そういうの。そういうの。そういうの、そういうのちょっと今やってんの。頑張って。ほら、ジュン君止めて。はいはいはい。まあでもね、昔流行ったものを、新たにっていう意味では、アカラ、このバンドはですね、
そうだ、初めて聞いているいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので、軽く自己紹介をば。はい。和楽器の入っている、ロックバンドで、アカラと申します。ボーカルミキコ、そして、おごとのトミー、私、尺八の純、そして、横笛カズ、そして本日はお休みなんですけども、鼓の陣、こと尺八、横笛鼓という邦楽器と、ロックボーカルという編成のユニットなんですが、はい、もうそれこそ江戸時代とかですよ、うん、流行っていたというか、うん、もう日常的に演奏されていたけれど今はなかなか聞く機会もない、そういったものをですね、未来に残しそして今現在の新しいものを作っていこうというコンセプトで活動しておりますがラジオまた MC はこの通りゆるいですぐでぐでです。そうなんです。まあでも私たち本当にね古き良きをこう伝えていて新しいものもどん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 発信するというもう私たち今曲をね、まあ、ガンガン作らせていただいてまして絶賛レコーディング中ですが、うん、まあ本当に斬新ですよね。もう洋楽の旋律にどんどん和楽器を入れさせていただいて皆さんは苦労していただいてますからね。そうなんですよ。で今年和楽器入りバージョンで蘇ります琥珀をお聴きいただきたいと思います。琥珀色の幼き響か胸を締め付けるさりげなくいつの間にか元なもつぶさ今聴いていただきましたのがアカラによる琥珀でありますがこの曲は絶賛レコーディング中ですので和楽器が入った新しいバージョンも皆様楽しみにしていてくださいね。この曲歌いやすいのでカラオケにも配信させていただく予定なのでぜひぜひ皆様覚えてくださいね。ねえカズくんちょっとあれだよね今日はちょっと皆様にもねいろいろ言わせていただかなきゃいけないこともたくさんあるんですよね。はい、そうですね、うん。ちょっとここで皆様にお知らせがありまして、はい、私、カズこと藤田和也ですが、3月いっぱいをもちまして、アカラを卒業させていただくこととなりました。そうなんです。カズくん、ちょっと本当に皆さん今、とってもびっくりして、多分リスナーの皆様がギャーっとなってるかもしれないんですけれども、これ実は悲しいことではなくて、むしろカズくんにとっては、
もう出世していただく、こんな大事なとこ噛んじゃったけど大丈夫ね、ちょっと出世していただく意味を持っての明るい卒業なんですけれども、本当に古典の方のね仕事が非常にカズくん今年忙しくて、もう去年から一番忙しかったんですよね実はね。まあいろいろといろんなとこ行ったりしましたけどもそう世界中行ってますからね。でもあとミュージカルの方にもね結構出られたりとかしてて、まあよく演奏してますよね。どこでもカズくんの音聞けますよね。もう古典からミュージカルまでいろいろ、まあ結構舞台が多いですね。そうなんです。で本当にまあ暗い感じのねあの卒業宣言ではないことを皆様に、本当にカズくんの先々の未来のための明るい卒業だからで積んだこの経験は絶対どこでも生きると思いますので、で、3月の27日がね、一応ラストということで。そうですね、最後のライブになります。はい、そうなんです。しかも、クレイジーフェストさんに出していただくので、メタルの対バンですからね。チラシをいただいたんですが、なかなかすごい、すごいことになってますね、これ。そうですよね。もう、絶対これ、わちゃわちゃしてるはずなので、カズくんの破壊力は、後ほどね、この舞台で見せつけていただこうかなと思いますけどね。そうなんです。ね、でも、ジュン君、トミー、寂しいよね、はい。でも寂しいけどね。もうほんと、カズくんの未来明るいからね。いやー、ほんとに僕とかはですね、いわゆる管楽器、アカラ、まあ、尺八と笛とって管が二ついるんですけども、うん、その笛で、よくこう絡んだり、あと MC 中にこういたずらされたりですね。タオル事件でしょ。もう、タオル、毎回事件ですけども。はい。事件はステージ上で起こっているわけですが。そうですね。いつでも回して吹きに行きますよ。うまかった、うん、大丈夫です。はい、大丈夫です。汗だけ吹きに戻ってくでしょ。はい、自分で。汗だけ吹きに行きます。はい、大丈夫。まだそこまでおじいちゃんじゃない。はい、ということで、個人的にとっても寂しいんですけども、でも、本当に、あれですよね、古典から、それこそ舞台でも、うん。演劇の舞台とかで一ヶ月丸々こうステージをやっていたりとか、ね、あと今年先ほどもちょっと話してたんですけど、ブルガリアに行くかも。ね、かも。ね。で、他にも海外の話がいくつかあるっていうふうにも小耳に挟みましてね、いいなぁと思う反面、それこそもう、うん、さらに飛躍していただいて、それこそお名前とかも多分取られるんですかね。まあ、芸名が。ああ、そうかそうかそうか。家元から。まあ、そのうち。お家元から。そうだよね。はい。かもしれないですね。かもしれない、はい、かもしれない、かもしれない、はい、そんなかもしれない感じではあるんですが、それだけこう未来の選択肢はこう広いということでですね、うん、我々アカラとして、またね、カズくんいなくなったところどうしようっていうふうに悩んではいるんですけども、カズくんがこう羽ばたいていくんであれば、僕らはそのある意味では帰れる場所を作ってあげなければいけないなっていう、それはカズくんがよりこう高く、うんうんうん、空を飛んでいるところで、僕らもそれに見合った、高みを目指していかなければならないなと決意を新たにしている今日この頃ですね。今日この頃、はい、トミちゃんは唯一同級生だったもんね。そうなんです。そうそうそう、この二人が同級生ってちょっと私からあんまり信じられなくて、もうどっちかっていうとカズの方がもっと子供すんごい年じゃん、17歳うるせえ、わかるわかる、むしろ犬みたいな、わかる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 、まあ、私にとってこうワンコロみたいなカズだったんだけど、まあリスナーの皆さんもね、よくワンコロカズとかでね、結構絵を描いてくださった方もいて ね、みんなのこう愛され犬だったカズが、そうそうそう、まあ、愛され犬愛され犬だったカズが、もうちょっとペットの数、ね、愛犬です、どうも。そう、ペットの数がいなくなってしまうってこと、ね、まあいなくなるっていう感じの感覚ではなくて、うんうん、やっぱりこう伝統を残してほしいってことがあるので、そう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 、本当カズくん最若手ぐらいだもんね、業界でもね。そうですね。まあでもだから卒業っていうよりどちらかというと脱走。脱走。犬か。そうか、ゲージがパカッて開いて脱走する感じだね。リードが切れちゃって。あ、私の手綱がちょっとミキサーがちゃんと引いてないから。危なかったんだね。ちょっと暴れて。街に飛び出してみようかなと思って。野犬か。野生に帰るみたいな感じ。よくある犬をパッて離して野生に帰っていったみたいな。そんな感じ。そうですね。交通事故に遭わないように気をつけます。本当に気をつけて。本当いろんな意味でさ、いろんなとこ行くんだから気をつけてね、本当。車も長い間運転するしね。そうですね。車も結構、まあでも運転好きなんで。そうそう、これ全然関係ないんですけど、この前ね、事故ったんですよ、僕。ガチで事故ってたよね。そうそう、ガチで。原付で前の車に追突するという事件が発生しまして。そう、しかもその、空鉄チャンネルの配信の収録日に分かったんだよね。実は事故りました。その、
配信の撮影する前の日に、車でこう突っ込みましてですね。原付で車に突っ込みまして、見事に無傷で生還しまして。いや、強運だけはすごいんだね。いや、本当気をつけてください。皆さん、車の運転にはくれぐれもご注意ください。はい、車運転中の方は、くれぐれも気をつけてください。はい、よろしくお願いします。ということでですね。はい、その3月27日、カズくんの卒業公演なんですが、はい、新宿のワイルドサイド東京というところで、行われます。ぜひ皆さん、暴れに来てください。よろしくお願いします。本当です。思いっきり暴れる笛コンビを楽しみくださいませ。はい、そんな、3月なんですけども、他にもライブがございまして、はい、もう数日ですね、3月の3日に、渋谷のテイクオフセブンというところで、ライブがあります。こちらはトミちゃんいらっしゃらないんですよね。これは男祭りですね。ロックンバンバディウムナインということで、もう男祭りで送らせていただきます。はい、そして、また、その3日後なんですが、今度はですね、初めて川越に、出演させていただきます。3月の6日に、川越のロトムさん、はい、はい、というところで、対バンはですね、忍え、そして津軽三味線和太鼓と完全に、和楽器しかいない中にアカラがぶっ込むと大丈夫かなっていう心配はしてるんですけど、まあね、和楽器を使う中でもだいぶ特殊なアカラですからね。はい、そんな、川越でのライブがありまして、そして、3月18日にガールズバンドのジュリックさんのレコ発ライブが初代ドアーズで行われまして、そちらにも出演させていただきます。はい、そしてその3月27日カズくんの卒業公演ですね。ワン。はい、そして4月は、10、11、12と、まあ10日実はまだ今スケジュール調整中なんですけども、はい、大阪でにツアーに行こうかということで、3日間ですね。はい、ただこの時もフルメンバーではない場合もあるんですけど、そこら辺をまた追って。ツイッターなどで告知させていただきます。そして何よりも、ね、ホームページもありますからね、はい、4月の27日、渋谷のウームにて、アカラとイケメン和太鼓ユニットの無限さんとのコラボレーションライブがございます。こちら先日打ち合わせに行ってきたんですけど、かなり面白そうなライブですね。そうですね、もう3人ともまずお三方相当お顔が端正でいらっしゃるので、そうですね、なので皆様本当にそのパフォーマンスとその容姿端麗な3人のコラボレーションをぜひぜひお楽しみにしてくれませ。それでは聞いてください。シパン
久々にお届けしておりますディスカバリーアカラ。どうです？かなりこの久々ですけども、ラジオはカズくん。はい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 、はい、チョリースチョリース。なんで最後にチョリース？いや流行らせようと思って。笛のお二人は、流行るかな。まあでもね、久々にこうやって電こうやって電波でこう皆さんにお声を届けられるっていうのは、うん、それこそ僕は普段尺八奏者をやっておりますんで、うん、まさかね、その昨年この番組始まる時にも言ったんですけども、それ言ってたね、まさか尺八奏者をやっていてラジオ番組がモテるとは思わなかったっていうのはね。そう、笛奏者もそうだよね。そうですね、そうラジオで喋るなんて全然思っても見なかったことなんで、不思議な気分ですね、なんか、うん、収録してると。ツイッターのね、ツイッターのトップにもラジオ番組を持ちたいっていうふうに未だに書いてもあるんですよね。あ、そうなんですよ。ラジオ番組ね、したいんですよ。なんか、某、埼玉の方のラジオ局の面白い番組が大好きで、うん、まあ、毎晩のように聞いてるんですけど。まあ、でも本当にラジオっていうのは私たちにもね、MC とかもやっぱ喋らせていただく機会もありますけれども、やっぱりこう、喋りの修行の場でもありますので、こう、アカラのやからの皆さんと共に、こう、話を通じて成長していけたらななんて思うんですけどね。そうですね。トミーも喋るようになったしね、どんどんね。前よりは喋るようになった。ねえ、これからもアカラもね、ラジオとかたくさん喋らせていただく機会もありますので、まずはですね、空鉄のリモミズチャンネルで喋らせていただいているのは30秒コメント付きで、実は空鉄内で紹介されています。はい、そっちは映像もついてますんでね、はい、そちらの方も楽しんでいただければと思っております。はい、カラオケでもね、ここ、はい、本人映像とかでも配信されておりますので、そちらの方もぜひチェックしていただきたいなと思っておりますというのと、はい、あとその空鉄とかでもですね、配布されておりますガールズポピュナイテッドのボリューム15、はい、こちらの方にもですね、赤な特集していただいておりますので、はい、今回のボリューム15では裏表紙をしていただ裏表紙をさせていただいてて、またツーマンを開かせていただくアカラと無限さんの2つのバンドがコメントをさせていただいてますので、はい、こちらも引き続きゲットしてください。よろしくお願いします。はい、はい、ということでかなり久々でしたが、ぜひまたこうやってね、ラジオ番組で復活できるように頑張りたいなと思っております。Oh my friendsHave a great night! アカラでした。壊せなくて出たら